にちは、おさゆです。今回も前回に引き続きホテルニュー淡路別邸淡路夢千景、お部屋での夕食と朝食をご紹介します。ホテルや大浴場のご紹介は前回の動画でしているので、よかったら覗いてみてください。チェックインをし、大浴場を楽しんで、晩ご飯まで宿泊者専用ラウンジでぼーっと過ごしました。夕食は淡路島で有名な3年トラフグの一本懐石、冬季4ヶ月ほどの期間限定になります。フグ皮3種、赤い器がサメ皮のみぞれあえ、お隣東都海のごま味噌焼き、奥の器三河の菜の花からしあえ、期待はさらに高めてくれるような上品な味でした。事前にフグスープかヒレ酒か選ぶことができ、飲む気満々だったのでヒレ酒にしました。おお、めっちゃ香ばしい、ね、うん、優しい味やな。フグの手作りをさせていただきます。上側がフグのてっさ、大葉の上がフグの炙り、お隣がぶつ刺し、美しすぎます。上がポン酢で、下はどっちでもいい、うんうん、OK、うん、ポン酢でもいいの？いや、塩か醤油どっちかって言ったね。下は？うん。さすがの淡白さですが、てっさのこの幸福感は何でしょう？寝落ちしてたら明日自殺してるかもしれない。あの、どういうこと？あ、晩酌したいし？あ、そうそうそう。もう時間を無駄にしたから。あ、そうやな。今日はあかんで。自己嫌悪で。明日たぶん、棚田の湯に浮かんでるかもしれない。味ゼロ。あ、そうやろ。でもなんか甘みを感じるな、ちょっとこう。あー、そうやな、うん、でもちょっとこう、魚の旨味みたいなのを感じるな、うんうんうん、炙りもぶつ刺しも、また食感や風味が違い、最高でした。続いては焼きフグ。白っぽくなったらすだちか塩ポン酢でいただきます。うわ、焼きや、うん、うわ、やこちゃん、お鍋の具材がやってきました。一番右はフグの白子、さすが3年トラフグ、立派です。お鍋ということはそろそろ終わると悲しくなってきています。言うまでもなく、お鍋で食すのも最高です。確かに、なんかどうやって食べるの？うわ、すごい。うん、白子苦手な人でもいけるんちゃう？あ、まあ、なんか苦味がなんか全然ないというか、うん、甘いな。美味しい。うん。続いて、フグの天ぷらがやってきました。一つは大葉巻き、奥はわかめの天ぷら、お塩は旨味の強いおのころしずく塩です。うん、身がぎっしり、美味しすぎました。幸せ。お鍋の最後はフグ雑炊、お漬物は三種盛り。うん、うん、なあ、美味しい。旨味すごくないなあ、うん、毎日こんなご飯やったら長生きする。デザートはフルーツと柚子シャーベット。甘いスイーツではなく、あっさりフルーツとシャーベットなのが嬉しいです。柚子シャーベットを微妙と思う人っているんかな。
貴重な3年トラフグ、プランの料金は上がりましたが、大満足の夕食でした。翌朝、朝日を見るためにインフィニティ風呂へ。朝食もお部屋での和朝食。メインのおかずがあったりするわけではないですが、一つ一つが本当に美味しくて、満足度の高い理想の和朝食でした。だし巻き卵、目玉焼き、温泉卵の3つから選ぶことができ、だし巻き卵にして大正解でした。卵焼きがめっちゃ美味しい。カワハギも美味しすぎました。足りないかなと思いましたが、お腹いっぱい。食事をとっていただけなのに、すごく特別な体験だったかのような癒しの和朝食でした。改めてまた定期的に訪れたい最高のお宿でした。最後に今回の贅沢奮発旅の料金をお伝えします。淡路夢千景特別フロアリラク、和室12畳海側。夕食は淡路島3年トラフグ1本懐石にグレードアップ。朝食付き大人2名で 75,240 円でした。旅の参考になれば嬉しいです。この動画が良かったよと思ってもらえたら、高評価やコメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。